く走っていますが、さあ今度は右サイド佐田が流れていく。一人で仕掛ける、もう一度仕掛ける、エリアに倒された。いや、いいタイミングでね、佐田が先ほどの先制点にしてもそうだし、はい、このドリブルの仕掛けですよね、はい、だからこれは中島としたらいかにこうワンサイドカットなんですけども、足のつき方だとかターンの仕方、はい、そこが守備者っていうのは技術になるんですけども、今日は小池がね、まだそういうシーンがないからないですね、左サイド。もっともっと情報を生かしたいですね、福岡としても。草津は前半2本目のコーナーキック、今度はファーストサイドに流れてフリーだ、シュート決まっている。田中、ディフェンダー田中。いや、でもこんなに綺麗に決まるんですかね。今シーズン初ゴールになりました。まあ、ゲームの前から草津のサポーターがスタジアム周りでかなりね、はい、盛り上がってましたけども、もう一度 VTR ご覧いただいて、完全にフリーですね。いや、ちゃんとね、相手から離れるようにファーサイドに逃げてるんですよ、自分でね、はい、そこについてこない誰も、そこにいいボールが入りましたね。ファーサイド田中がフリーになっていました。ヘディングシュート、広山は見えて